狭い部屋の片隅、深い闇の中でホームズと私は息を潜めて待っていた。やがて通気口からシューシューと低くうなるような音が聞こえてきた。その瞬間、突然ホームズが飛び出して闇の一点をステッキで鋭く打ち据えた。見たかワトソン、ホームズの張り詰めた声が空気を震わす。私がランプの遮光板を上げると、部屋の情景がぼんやり浮かび上がった。ホームズは部屋の隅をにらみつけて私に向かってつぶやくように言った。被害者が死の間際に言い残した、まだらの紐という謎の言葉、その恐ろしい正体こそがこいつだったのだよワトソン。そこには巨大な毒蛇が牙を剥き、威嚇するようにトグロを巻いていた。それは世にも恐ろしいまだらの紐だった。それでは謎解きを始めるとしようか。この奇怪なる殺人事件、その真相をね。失礼。犯行時、扉は内側からカンヌキがかかっていた。カンヌキに細工された痕跡はない。犯行の際、この現場は完全な密室状態だったわけだ。被害者は死の間際にメッセージを残したようだ。ここに落ちているインクを使って書いたと考えられる。ロシア語、どうやら被害者はロシア人ということか。文字に全く乱れは感じられない。被害者は相当意志が強かったのだろう。見たことのない妙な文字だな。筆跡はこのメッセージとは明らかに違う。いや、これはむしろ人種が違うと断言してもいいかもしれない。札を貼ったのは犯行時間の直前、被害者自身だったようだな。ほう、これはこれは。一体貴様は何なんだ。好き勝手しやがって。そうです、海洋警察が到着するまで現場に手を触れず待つべきだ。その必要はない。どうやら今から5秒以内に諸君を犯人に紹介できそうだ。バカを言うな、殺人現場だぞ。しかも奇怪な密室殺人だ。それでは密室の謎、その封印を解くとしましょうか。まさかその中に犯人が。一体君は何者なのだ。僕は大英帝国が誇る世界の名探偵なのです、シャーロック・ホームズ。もしかして知らないとか。Thank you.
Thank you.
Thank you.